懐中時計か。ちょっと見せてもらえるかね。おいおい、なんであんたがこっちの部屋に来てんだよ。ちょっと様子を見に来ただけだよ。いけないのかい。別にいけないってわけじゃないが。嘘だ。本当は一宮にいてもらうと困る。この部屋の探索を始めるとき、一宮を操舵室へと追いやったのと同じ理由だ。俺は四つ葉と二人きりで話がしたかった。どうしても四つ葉に聞いておきたいことがあった。それを誰かに聞かれるのはまずい。というか別の誰かがいたらきっと四つ葉は何も話してくれないだろう。だから本当は一宮には早く出て行ってもらいたかった。はは、なるほどな。そういうことか。邪魔をしてすまなかったな。ま、うまくやりたまえ。何なの？さっきからチラチラこっち見て。ああ、いや、違うんだ。そういうんじゃなくて。そういうんじゃないなら、何なのよ。俺はただ、あの話の続きが聞きたかっただけなんだ。これまでずっと、聞くタイミングがなかったから。あの話って？実験の話だよ。手術室で聞かせてくれただろ。今から9年前にこの船で実験が行われたとかなんとかって。悪いけど今はその話したくないの。する気分じゃないっていうか。わかるでしょ、今はお兄ちゃんのことで頭がいっぱいなんだよ。誰がお兄ちゃんをあんな目に合わせたのか。許せない。絶対に許せない。必ず復讐してやる。そう誓ったの。だからねえ、純平は誰が犯人だと思う？仮にセブンの言ってたことが確かだとするなら、犯人は二人以上ってことになる。ニルスを加えて三人以上じゃなければ、ナンバリングドアは開けないからだ。そうだね。ってことは？それぞれのバングルナンバーを考えれば、おのずと答えは見えてくるだろう。ニルスと共に3の扉を開くことができたのは一体誰と誰か、あるいは誰と誰と誰か、もしくは誰と誰と誰と誰か。犯人が4人もいるってこと？可能性としてはないこともない。うん、
だろう。私はその可能性は低いと思うけどな。どうして？後で教えてあげるよ。とりあえず今は犯人が二人だったとして考えてみない？ああ、わかった。いいだろう。だとすると犯人は誰と誰だと思う？そんな、サンダとセブン、この二人が犯人だっていうのか。どうしたの？その、少し考えてみたんだが。だよね。サンタとセブン、犯人が二人だったとしたら、この組み合わせ以外には考えられないし。な、ちょっと待ってくれ。断定するのはまだ早いんじゃないか。俺はただその二人だったら3の扉を開けると言っただけで。もしかしたら別の可能性も。何？別の可能性って？それはもしかして犯人は3人、もしくは4人じゃないかって、そう思ってる。だとしたら、さっきも言ったけど、可能性は低いと思うよ。どうして？手帳とペン、貸してもらえる？ああ。ほら。これは？犯人が3人もしくは4人だった場合の組み合わせ、この8通りしかありえないんだ。なるほど。ところで純平。うん？私純平のこと信じてもいいんだよね？あ、当たり前だろ。何言ってんだよ。本当に？ああ。それじゃあこの式のうち B、D、G、H は消しても？ E に決まってるだろう。消してくれ。それからもちろん四つ葉の番号、4が含まれてるやつもな。そうすると残るのは A と E だ。いや待て、 A はありえない。どうして？紫が含まれてるからだよ。あいつが犯人だなんてことは絶対にない。信用できる？ああ、命を懸けて保証してやるよ。わかった。それじゃあ A も消えるよね？消えるな。そうするとどうなる？E だけが残るな。これってどういうことかわかる？俺と四つ葉と紫、この三人以外の全員が共犯ってことになるな。ありえると思う？四人が結託してるんだったらもっと大胆に仕掛けてきてもいいはずでしょ。私たち三人だけに犯行を隠す必要なんてないと思うんだよね。違う？まあ確かにそうかもな。それに一宮とセブンがつるんでるんだとしたら、私と一緒にシャワー室に行った時にいくらでも始末のしようがあったはず。でも二人は何もしてこなかった。そんな素振りさえ見せなかった。どうして？なるほどな。とにかく今の話を聞いて分かったよ。3人もしくは4人が共犯だというのは確かに可能性が低そうだ。うん。
ってことはやっぱりサンタとセブンの線が濃厚か。だと思う。だが動機は何だろう。動機は多分。お邪魔だったかな。なんだよ。いや、ちょっと純平君に話があったね。来てもらえるかい。行って。うん。話って。実は一つ確かめておきたいことがあってね。確かめておきたいこと？ああ、ちょっといいかな？おい、何すんだよ！ちょっと調べさせてもらうだけだよ！おい、やめろって！あ、なるほどな、やっぱりか。君のポケットから出てきた二つの紙切れ。これはなんだね？すり替えたんだな、例の開票の時に。まあ、私は別に構わないんだがね。こうして自分の希望するナンバリングドアに入れたわけだし。じゃあ、どうして？なーに、ただの好奇心だよ。気を悪くしないでくれたまえ。Thank you.
Thank you.
通路？そう呼ぶには小さすぎるな。ほとんど小部屋だ。そこの扉に進むしかなさそうだな。ああ、行こう。へえ。何に使うかわかんない機械ばっかりだな。ん？これは。電源だな。モールス信号を打つときに使うものだ。どうやらここは通信室のようだ。あっちの扉は？キャプテンズキャビン。船長室か。みたいだね。ということは、もしかするとこの先に。とにかく、開けてみよう。いないじゃないか。もしかしたらまだ生きてるかもしれないのに。脈はないな。ダメか。くそ。それならせめて死因を。この傷。そうだ、凶器は。船長か。この男がゼロなのか。ゼロのバングルか。純平、まずはここから出る方法を探そう。ああ、分かった。